は金本くん。6番サード清水くん、智弁学園のセカンド今井くんに代わりまして、ギャオーくん。8番セカンドギャオーくん。
番セカンド三谷くん。西川くん。6番。
ご覧のように4対0で京都国際高校が勝ちました。ただいまから京都国際高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。